ピアノの左指ってどういう役割なの？コードだね。その主旋律があって、それをまあ円の下の力持ちみたいな感じで、そう下から支えてるみたいな、そういうイメージなんじゃないの？だって左手がなかったらさ、ただの単音というかメロディーしか奏でられないわけで、まあベース、伴奏みたいな、まあ合唱でいうとこの伴奏だな。で、右手が歌の人で、左手がというかその伴奏の人みたいな。右でコード弾かないの？むずいぞ、だって。あの届く、要はピアノってこう、あの左に下がれば下がるほど音は下がっていくし、右に行けば行くほど音は上がっていくから、でその差が大きければ大きいほど曲としてなんか壮大な感じというかさ、あの出るんだよねみたいな。一個でこうやってるよりも下の音と上の音でダーンってやった方が上の音と下の音域も分かれるから壮大に聞こえるし、あのってやるよりもやる方がなんかでっかく聞こえるでしょ、音として。だからその曲として成立しやすくなるというか、だからあのなんだろうな、ちゃんと弾きたいときはあのちゃんとあの右端左端でで、ブレイクちゃんとそう静かに聞かせたいとか、例えば左手のその位置によってそのここは静かに聞かせる場所なのかなみたいな、大きく聞かせる場所なのかなっていうのを調整していくみたいな、あの曲を作ったりとか、あのピアノのアレンジする時とかもそうなんだけど、だからここが縮込まれば縮込まるほどなんかちょっとそのしっとりめな感じになるし、曲とかでもあのみんなもそのなんだろう、 J-POP とか聞いたらわかるけど、多分そうなってる。ちゃんと静かに聞かせたいところはその左手とこの高いところで統一させてるしみたいな。おお、結構そういうの分かってない人もいるんだね。これピアノやってればもうスッと、もうこれはもう一般教養みたいな感じで叩き込まれるんだけど、そうなんだよねっていう。辻井伸之と言うたはどっちが上手いんだ、辻井伸之。でも譲れない、こればっかりは。だからあれだよね、例えばゆっくり聞かせたいときはこれほら、右に寄ってるでしょ。で、ここで左がこっちに行くと、みたいな感じで下がると音が激しくなるというか、なんか抑揚が生まれるというか、別に強弱だけじゃないんだよな。ピアノのタッチの強弱だけじゃなくて、その弾く場所によっても表現できるというお話でした。お前のピアノってキングヌーと相性悪そうだよね。どういうこと？でもね、キングヌーのピアノって結構コードとかがね、クラシック寄りというか、多分井口さんがそっち寄りでね、多分畑で来たからだと思うんだけど、しっかりしたコードっていうよりはなんかもう音の組み合わせで勝負してるみたいなね。そうそう、そっちより、そのなんか簡単になんか耳コピさせへんぞみたいな、そういうなんかそういう気持ちがあるかは知らんけど、そういう意思をなんか感じるんだ。で、こことか、ここここわかる？ここがね、その違うんだよね、やっぱ。その、あ、これちょっと普通の、これポップス上がりじゃねえな、みたいな。ここでわかる、ここでわかった、俺は。これちょっと上品な、一個ずつ上がっていく、その不協和音に見せつつも、実際ちょっとあでやかな、気品を出しているんだろうな、みたいな。ちょっとジャズみたいなところの部分も出してるんじゃないかっていうね、俺は勝手に思ってるんだけど。